バッティングカウントの中で、もう悔いないように、しっかりフルスイングしようと思って、理想というか、それ以上のバッティングができました。しっかりクロスバッティングもできましたし、芯も捉えることができたので、よかったかなと思います。いいぞー。そして昨日、今日と青木選手がヒットを放ってチームに流れを持ってきました。青木選手という存在は山田選手にとってどういったものでしょうか？そうですね、もう本当に背番号も受け継いでますし、